この度の働き見事であった。グレイグ、そして勇者よ、お前たちのその強さを見てわしは確信した。この地に光を取り戻す戦いを今こそ仕掛ける時だとな。魔物の巣窟と化したデルカダール城に潜入し、常闇を生む魔物を打ち倒す。お前たちにこの作戦を任せたい。お言葉ですが、王よ。まあ聞け。わしとて無策ではない。どうにか敵に一矢報いる手はないかと密かに城を探らせておったのだ。報告によれば、デルカダールの丘の崖上にデルカダール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。城の中へ入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。そなたに預けよう。王よ、私は反対です。その間、砦の指揮、我らの留守に攻め入られれば、ここは魔物の餌場と同じ。そこを利用するのだ。魔物がここを攻めている間であれば、城内の警備は手薄に。今こそデルカダール城に潜む常闇を生む魔物を打ち払うのだ。さすれば。しかし私はこれ以上民を失う。だからこそお前にこの作戦を頼むのだ。このまま夜だけが続けば人の心も失われ。なに案ずるな。わしはこの数ヶ月の間を思い知らされた。一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞ。砦はわしが守る。は、任せたぞ。そなたらは我らの希望じゃ。くれ、グレイグ様、お願いです。少しだけ
手短にな。行くのね。何があってもへこたれるんじゃないよ。グレイグ様と助け合ってしっかりお役目を果たしてくるんだよ。母さんも年かね。あたりがこう暗くっちゃ。だからお願いだよ。今度は太陽の下であんたの顔をよく見せ。時間がない。行くぞ。息子を。リタリフォン、ご婦人を取り出よ。上出来だ。
我らの勝利だ。さあ進もう。なかなかやるな。勝利を我らに。
魔物たちが砦の方角に飛んでいく。ぐずぐずしている暇はない。さあ、進もう。Hey!
けるぜ。せい。これを。我らの勝利だ。なあ、さあ進もう。ここは通さぬ。ここは通さぬ。
なかなかやるな。